9月12日、木崎浜トイレ前、午後の状況です。天候は晴れ、風は緩い北東、風の方影響はほぼ受けておらず、アウトから割れるような若干サイズアップのコンディションです。この時間、トイレ前の方はサーファーは入水しておりません。階段前の状況です。階段前の同じようなコンディションで、潮が引いて割れやすくなっております。アウトはあまり、ショルダーが張らずダラダラなような感じで、インサイドで割れるコンディション。若干乗りにくい感じがします。